小野川は、新潟県魚沼地方を流れる一級河川であり、品濃川の一時支線。河川延長は6 6 7 1 8トル流域面積は1519平方キロメートル、平方キロメートルである。新潟県と群馬県の県境の谷川学、最六一帯に源を発し、新潟県の魚沼地方を南から北へ向かって貫流し、 長岡市東川口付近で信濃川と合流する。上流部の土樽駅付近でも比較的川幅が広い。豊富な水量と上質な水質を持ち、魚沼地方の生活、産業の重要な基盤となっている。名前の通り、鮎やニジますなどの川をを多く住み、鮎釣りをする人の姿、嫌な場を仕込んで漁をする人の姿がしばしば見受けられる。 魚沼を流れる川がなまって魚野川となったという説がある。かつては別名として上田川とも称した上流川から順に以下の通りである。1495年には上杉家が魚野川の修運の許可を出すなどかなり古い時代から修運が行われてきた。南ウオノマ史によれば1637年の記録に6日町に48層、浦佐に50層。 小出島に24層の道光線があったという。江戸時代を通じて三国街道を行く旅行者や、魚沼の年具米、特産品の輸送に用いられてきた。この頃の素序上流点は6日町宿であり、一旦下流に下った船は川岸に沿って1週間以上かけて上流まで引き上げていた。明治時代に入ると、新越本線や上越北線の開通に伴い各客,客が激減。 大正年間のうちに姿を消している。渡し船は、堀の内町などに戦後まで残った。1950年7月4日には、通学する学生ら20人以上を乗せた渡し船が、転覆、5人が死亡する事故もあった。2020年現在、堀の内町には川沿いに、渡し船があったことを記念する船方公園が設けられ、公園のたもとの宇賀地境の親柱上には、 南春の歌、大井船方さんよで取り上げられた船方の像が、公園内には、魚の川を読んだ、宮修士の下避が建立されている。現在の魚沼市一帯が凶作部になっていること、品野川本流の洪水時には、魚の川へ逆流する現象が見られたことなどから、かつての流域一帯は、水害の常習地帯であった。これらの対策として、 1960年代に建設省直轄工事による河川改修が開始1993年に完成を見ている。本川下流より順に記載支線河川整備、防災側に関する観光スポット、歴史漁業、釣り、ありがとうございます。